今回は11年目のオフから、その前に大事なトレードを行います。昔のデータをフル活用して、シュートキャラを新たに加えます。もう一つのデータを詳細にお見せしたいのですが、昔のデータすぎて監督名が実名だったり、あとはどんなキャラがいるのか、だいぶわかる状態なので、ネタバレ感が否めなくなるのでもろもろカットしますね。まず一人目、久保利晴、シュートキャラの中では、超王道のキャラです。いきなり彼をトレードで加入させました。そして二人目は、逸見明彦、ディフェンダーです。程よくパラメータが高い選手です。名字さらさないように気を配ったなぁ。無事危険な編集も終え、今度はデータをロードして補強です。リセマラをするソシャゲのように、何回もやり直し、良いパターンのリストが出てきました。今回のガチャは個人的には100点満点です。日村明彦、彼は昔のデータにはいなかったので、彼がいたのはとてつもなくラッキーでした。なので、獲得して、来年のトレード可能なデータも新たに永久保存しておかないといけないなぁ。さらにトレードはできませんがかなり優秀なタクモト、彼も一応取っておくことにします。こうなってくると、無理やり自由契約にせねばなりません。戦力なんですが、心を鬼にして通告せねば。シュートキャラは絶対確保ですし、エクストリーム発生に必要な選手も今は必要。ここだと松尾、大田原、西直樹、この3人は必要ですし、育成しているゲムストンも。となると残っている当時現役の選手たち、それが自由契約の対象になってしまいます。あとは架空選手ですが、エクストリーム発生に必要な能力を持っていない選手も切ることにしました。そして最高ランクの西岡も、年齢が衰える年頃だったので、心を一番鬼にした瞬間でした。そして無理やり開けた、4つの枠を補強に使います。1つは普通の補強、2つ目は、氷室明彦、残り2つはトレード可能な外国人選手を取る、そんな形です。補強も終わり、ようやくシーズンが開始、と言いたいですが、今度は選手獲得イベントを納得するところまでやり直します。うまくいけば一発でいけますが、一発でいくことは奇跡です。一人だけ獲得して、西直樹の衰えイベント、ということは外れなのでやり直しとなります。最悪でも日本人2人入ってくれれば、次に進めても良いので、それでお願いしたいところですが。外れ、ほんとこの繰り返しなんですよね。ひどい時はここが抜け出せない時があるので大変です。その後、何回かやり直し、日本人2人が入団してきたパターンが出てきたので、それで進めることができました。まずはタクモト、能力マックスで、エクストリームが発生したら S ランクになるパラメータが3つもあるので、かなり優秀です。さらにヒムロ、こちらは、1年成長させる必要がありますが、能力がかなり高めなのでかなり優秀なディフェンダーです。あとは開幕まで練習です。個人的にはなるべくエクストリームは、すぐ発生させない、そんなスタイルです。監督の人望が上がるイベントが少ないので、それを上げるために定期的に行いたいという思惑です。人望が下がるイベントもあるので、そういう時の補助的な役割もエクストリームに求めていたりします。では、
とりあえずの選手たちが揃ったので、パラメータの確認をしていきます。わかりやすくできるといいんですが、今回細かめに情報を出していきます。サカツクの能力確認みたいな気持ちでやってみますね。ということでここは字幕で頑張ります。こんな感じでパパッと今いる選手たちをおさらいしてみました。もっとスキル面とかも見せたいところですが、エクストリームでその辺は大きく変わるのでカットさせていただきました。その後、開幕へ、最後まで走り切るのは、次回にさせていただきますね。費用に関しては、去年と同じく、才木とゲムストン、この二人のポジション適性を上げることです。この二人は最低ランクの C なので、エクストリームに必要な B に上げておきたいところです。運次第ですが、試合で使っていれば上がることがあるので、粘り強く使い続けます。J リーグは敵がほぼいないので、とにかく育成の場です。サカツクのような J 補正もないので、これは変わらずですね。たまに化け物みたいなフォワードがいるクラブに負けるとかはあるんですけどね。ということで今回はここで終了します。次回、リーグの戦いなどをお送りします。ご視聴ありがとうございました。